どうも、あ、どうも、あ、東京どうも、川野田の虹をつかむ男だよ。ありがとうございます。ということで、なんでこんなポーズを取りながら言ってんでしょうか。ちょっとわかんないんですけども、10月の17日ですね、やってまいりました。とうとう120回もやっているというね、すごいですね、やりました。ね、今日はですね、オンラインゲーム、オンラインゲームの日、日本初の課金型オンラインゲームができたということでね。ゲーム詳しい方何のゲームか分かります？これですね、ウルティマオンライン。あ、なんか聞いたことあるなと、ね、ウルティマっていうのはね、もうだいぶ昔からあるゲームですよね。ロールプレイング、なんか平面上で敵をバシバシやっつけてみたいなね、ドラクエより前からあったんじゃないかな、パソコンゲームみたいので、あれのなんか違うやつですね、ね、ウルティマオンライン。まあ俺ウルティマなんかファミコンでやった気がするけどな、なんか白いカセットだった気がする、まあ、ウルティマなんとかみたいなね、ちょっと忘れちゃったけども、はい。であとはですね、沖縄そばの日とね、そんなんとかね、あとは何でしょうか、世界食料デーとね、もうねそんなんありますよね、食料デー、あ、そっか、沖縄そばですけど、沖縄そばって俺食べたことあるかな。あ、なんかね、あの冷凍食品みたいなの今売ってんすよね、でなんか食べたことあるかもね、なんかあっさり結構してんだよね。でお肉入ってんすよね、で俺あんまりあのお肉、あんまり見た目があんまり好きじゃなくてあのお肉あんまり食べたことないんですけど、これねお肉ね好きなんですけど、薄っぺらいのが好きなんですよ、なんか焼肉みたいなペラペラのやつ、あんまりこうがっつりお肉を口に入れるというのがあんまり得意じゃなくて、そうなん、肉汁がこううわーっとたくさん出てみたいなのがあんまり得意じゃないんですよね、なんか、そう、 うちの子も一緒なんですよ、肉好きなくせにあんまりペラペラじゃないと食べないみたいなね、あの角煮とか昔ね付き合った子がね豚の角煮を作ってくれたんですよ、ね、すっごい柔らかくてきて超美味しいよ、絶対美味しいから食べてっつって、ごめんっつって食べれないっつって食べなかったんですよね、あれが別れるきっかけになったかな本当ね、いや分かるんですけど食べれないんですよね、あれね、柔らかすぎちゃうとねちょっと脂身みたいでちょっと俺ダメなんです、脂身がダメなんでね、何の話ですかこれ、なんかね懐かしいな、年上の人だったらまあいいんですけど、あ、そんなん言ったらあれですか、どうですか、自分の母親と同じ名前の人と付き合います？付き合いなくはないんだけど、なんか呼び方変えないとすっごいなんかもう自分家の親がねうっすら出るんですよ、これ前話しましたっけ、ちょっと覚えてないんですけども、そう、あれちらつくよね、そんなことないですか。コマーシャルです、どうぞ。ホットアイズランチ編、大分の元祖唐揚げ、うんご牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ、営業時間は平日11時から15時まで、池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけで、ありがとうございます、オンラインゲームの日ということですね、ということで、あとはですね、忘れてましたね、沖縄そばの日という、ね、沖縄そば、なかなかあれですね、本場のものはまあ俺は行ったことないので、食べたことはないんですけども、あの冷凍食品系でね、なんか今ありますよね、なんかなんつうの、 薄味な感じでね、なかなか美味しいですね、でお肉乗ってて、で俺あのお肉はちょっと食べたことないんですけど、お肉好きなんですけど分厚いのちょっとごめんなさい、あんまり食べれないですね、角煮とかね本当ダメなんですよ、まあ当時ね、前付き合った子もね、ほんとね角煮をね、作ってくれたんですよ、だけどすっごい美味しいよ、これ超ね、私の自信作って言ってね持ってきてくれたんですよ、で冷めないように、なんか真空パックのなんかお弁当箱みたいなやつ、なんかその冷めないようにみたいな、一生懸命持ってきたんだみたいな、からしもあるからねみたいなやってて、ごめんなさい食べれねえっすって何それっつって、いやいやでも一口でいいから食べてればいいじゃんみたいな、お肉好きだよねみたいなね、で、そこで揉めるっていうね、あそこからなんか二人の歯車が狂い始めたみたいなね、角煮事件ザ
角煮事件みたいなね、ありましたね、まあそれでこれもね、なんでしょうこれ、皆さんどうですか、ないかもしれないけど、まあ友達とかでもあるかな、母親と同じ名前とかね、どうですか。俺付き合ってた子一人いたんですよ、自分家の母親と同じ名前っていうね、あれね、ちらつくん、すごい。前ね、これ前番組で話したかな、ちょっとね、すっごいちらつくんですよね、みっちゃんって呼んでたんですね。でうちの母親も近所のおばさんとか、ね、親戚のおばさんからみっちゃんみっちゃんって言われてて、ちらつくんですね。なんか自分家のみたいなね、でこれも対処法どうするんだろうなっていうのは、違う名前で呼ぶしかないなとかいろいろ考えたんですけど、もうねえねえってあんまり名前呼ばないっていうねそれしかねえなっていうね、ことに、思いつくっていうね、ただ確認の件があり、結構早めに別れちゃうっていうね、そういうことがありましたけれどもね、怒ってたな、一人で食べちゃいました全部、いいよじゃあ私は全部食べるからって、あげないからねって全部食べちゃう、バクバク食べちゃうから、ね、確認ってそういう食べるもんなのみたいなねはい、もう経過です、口切りくれませんみたいなね、なんつうの、ああいう定食みたいなのあるじゃないですか、ああいうのってほら一切れ二切れなのかな、あのごっそりこう全部いくのみたいなね、ちょっとわかんないんですけど、まあたくさんあるのはねボリュームであっていいってね、好きな方多分嬉しいと思うんですけど、俺あんまりこうね、ぷよぷよしたのもあんまり得意じゃなくてね、ちょっとね脂身っぽいのがあんまり得意じゃないですよね。でもね、この間もつ煮を食べたらめちゃめちゃうまかったね。何なんだろう、なんか久々だったんです、うちの子供がね、やっぱねぷよぷよお肉はダメなんですよ、脂身とかが多いのはちょっとお肉食べれないみたいなね。だから俺にも似てるんですけど、なんかバーベキューにうちの子供も行って、でなんかお肉を焼いてみんなで食べるみたいなね、なんかあったらしいんですけど、脂身が多くて食べれないっつって、なんか自分はソーセージだけ食べてたみたいなね、なんか言ってたから安上がりだねみたいなね、言われながらね、だから俺も子供の時に似たような感じだったんで、そうあんまりね、何の話してましたっけ、忘れちゃいましたけども、そんな感じでね、盛り上がってまいりました本当かい本当かいって話ですけどもね、もうあとはね食、何の話でしたっけ、あ脂身の、あそっか沖縄そばの話ね、ねちょっとねごめんなさい、脱線しすぎてね、ちょっと一応台本があるんですけど全部はすいません言い訳をして、もうちょっとね動揺してるんです、間違えちゃったからねさっきね、ちょっとね気をつけようなんて思ってますね。でもねあれですよ、うどん屋さん、もうねうどん屋さんがね、まあ、うどん屋さんだけじゃないんですけど、なんていうのかな、自分が注文するじゃないですか、で後の人にメニューが行く、ね、後から来た人の注文が先なんですよ、えと思っちゃうんですか、でまたその後の人に行って、明らかにね忘れられてんですよね、忘れられてんのか、そのなんか俺のだけなんか伝票がなんか変な感じになっちゃってるのかな、見られてないのかな、わかんないけどね、もう帰ろうかなと思ってね、すいませんね言って、おーって言うんだ、今から急いで作りますみたいな言われて、いやー作ってないんかいみたいなね、作ってないでも帰ろうかなと思うんですけど、俺ねあんまりねそこでそう怒って帰るとかやると、今まで待った時間はね無駄になるし、また他のお店でまた並ばなきゃいけないしみたいなね、待たなきゃいけないしみたいなね、なんならなんだ別のねスーパーとかね他で買い物しなきゃいけないしみたいなね、これしょうがない、待った方が時間としてはね、まあ元から食べようと思ってたしみたいなね、ありますよね、なかなか大変ですその辺やっぱりね、あんまり怒っちゃいやーよってことですよねまあそんな感じかなっていうことですよね。あとあれだ、あそれ似たやつで、そう牛丼屋さん、そう今でも覚えてる、渋谷にある牛丼屋さんで、波くださいっつってね、波で来て、で持った瞬間にこれ波じゃなくねえかな、なんか丼がちょっとでかくねって思って、でまあいっか波って言ったらしいと思って食べて、でお会計するじゃないですか、でね大盛り料金取られるわけですよあれ俺波頼みましたよねって言ったら、いやでも大盛り食べてますよねって言われて、
どっちが悪いのこれ。まあまあまあ、そこで、いやいや、じゃあ俺はダメだ、嫌だね。普通盛り料金しか払わないね。とかっていうわけではないんですけど、なんか、あ、すいませんとか言ったらね、解決するんだけどな。なんてね。まあまあまあ、謝れって話じゃないんですけどね、なんかね。はい。その態度がちょっと、みたいなね。気に入らないのよ、みたいな話ですね。まあまあ、どうでもいいんですけどね。ただ、二度といかねえってことですね。はい、コマーシャルです。ホットアイズランチ編。大分の元祖唐揚げ、うんご牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ。皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけで、その渋谷の牛丼屋さん行ってないな、そういえばな。まあまあまあ、そう、牛丼屋さんのせいじゃないんですよね。まあまあ、いろいろ忙しかったのかな。ね。もうそんな感じでね、やってまいりましたよ。もうね、衣替えとかもあったりしますからね。あ、エンディングだ、これ。ね、やりますよ。もう今日は角煮事件ということでね。こんな話してよかった。俺前も話してるような気がするんだけどな。違くないですか、これ。ちょっと全然覚えてないんだけど。ね、とりあえず10月の美味しい食べ物、美味しいヘルシーな食べ物、ヘルシーかどうかちょっとわかんない。キノコ関係ですよね。キノコ類ね。なんていうんですかね。今だと、なんだろうな。えのきとかね、しめじとかね。なめこ、松茸なんかなかなかね、買えないですけどね、そういうキノコをね、俺のキノコみたいなね、そういうね、言わせねえよみたいなね、そういうネタがあったような気はしますけども、はい、なんか俺が滑るみたいで嫌だな、なんかね、なんでもないです。ということでね、キノコも美味しいねっていう話ですよね。あれっすよね、こう、山の中でキノコ生えてるやつを、これ何とかじゃねえ、なんとかだけじゃねえ、みたいので、食べるってすげえ怖くねえすか。ねえ、それやろうとしてたから、ちょっと俺友達で、やめた方がいいって、みたいな。ほら、図鑑見たらこれじゃん、これじゃん、みたいな。でさ、ほら、よくニュースにあるさ、この、なんとかだけとなんとかだけ、すごいよく似ていて、食べたら、入院みたいなね、あって、ほんと怖い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 って思ってね、素人はやっぱキノコ手出しちゃダメだよね。怖っと思って。煮たら食べれるよ、みたいな。大体平気みたいなね。でもよく聞くとね、食べれないキノコの方が、ね、日本にあるキノコって、食べれないキノコの方が多いんですよね。だからもうほんとちゃんと売ってるやつみたいなね。なんつうのね、販売されてるやつ。ちゃんと人がちゃんと作ったやつみたいなね、じゃないとキノコってそこら辺に生えてるやつ勝手に食うと危ねえっつう話ですよね。まあでもね、味噌汁とか美味しいですけどね、なめこの味噌汁とかね、うちの子供が大好きでね、しょっちゅうなんかあるたびになめこの味噌汁みたいなね、ただあれがね、やけどするんだよね、毎回もう毎回ですよ、熱っみたいなね、この中熱みたいなのがね、もういつもいつもですよ。やけどの話ですか、これは。ね。そういうこともありますのでね。まあね、楽しんで参りましょうということですね。はい。というわけで、おしまいです。さようなら。また来週聞いてくださいで。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけど、それをやっておくとライブ配信もやってるから、それはね、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。男が始まった。やばい、ちょっとごめん、トイレ。戻ってきたら終わってる。それはね、15分番組だからだよ。変わんのだの2時。別の動画も見てね。